早いもん勝ちだぞ。うわいいな。だからそのあれこんな色あった？ないですよね。Wash my TV, Tupac was my MC. You're my comic Monday, something that you can't say. じゃあちょっと、ここで、やっぱり紹介したい服、まずあのパックティーの限定、はい、僕が着てるこの、おお、はい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 、この2色パックのやつあるじゃないですか。動画でも紹介しましたね、はい、吉井さんが今日紹介してたやつ、これ、はい、と動画内で紹介したやつの限定色、はい、なんて言うんですかね、黒、緑、黒、そう、黒とグレーのハイダイ柄、はい、めちゃくちゃかっこいい印象になってくる、うん、やっぱりシックやのにかやっぱラグランやから、ね、ちょっとカジュアル感が出る、で丈感もいい、身幅もねちょっといいんですよね、これで僕で L なんですよ、はいはい、見えるかな、いけます、僕で L、はい、だからこれ今残ってるのがこれ今 M で M、はい、だからもっとちょっとタイトに着たいなって人は M でも大丈夫ですよ、うん、はい、これまだ ML 在庫あるんですか、はい、在庫ございます、いいですよね、買い物勝ちですね、買い物勝ちだ、こんなのすぐなくなるぞ買い物勝ちだぞ、すぐなくなるからな、ちんたらちんたらしてたら買っちゃうからな、こっちは言っとくけど、あ、紹介したのに買うんだとか関係ねえから買うから、そんなもん、もうこれと、はいはいはい、マウンテンパー、マウンテンコートと、マウンテンベスト、はい、この色、めっちゃいいな、で実は全く一緒じゃなくて、ベストとコートもやっぱ若干色味は変えてるので、あ、ほんまや、はい、ここ紫だけど、紫だ、もうここはグレーでシックな感じで、ベストは紫が入ってる、これ、まあ知らんふりするのも嫌なんであれですけど、はい、大陸がちょっとあの上の層も結構狙う人が多いから、落ち着いた色をちょっと作ってみようみたいなコンセプトで作ったんですよね。そうですね、ただこの色の配色完璧じゃない、うん、この緑グレー、うんうんうん、完璧じゃないですか、これいいっすね、いやもう俺これ買うわ前職持ってらっしゃる、いや僕そうっすよね、はい、前職シーさんも、まあでも白は持ってないかな、ああ白だけでも、うん、まあこの黒系、黒ベースのやつも全部持ってる、初期から逃すわけにはまあいかないっすかね、もう当店限定カラーになりますね最高じゃん、一回試着したいな、ぜひぜひ、どう、おお、まあ、いつもの吉井さんですけど今日実は僕これのあの今季のやつ着てるんですよ、東京雨やったんで、はいはい、うわいいな、いい、いいな、うわいいな、うわこれいいですね、めっちゃいい、だからその いつもさ、このマウンテンコートの時ってちょっと派手な配色多いからパンツが柄も履けへんのよ、うん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 、でもこれやったら履ける、うんうん、うわめっちゃいいな、ね、めっちゃなんか、うん、相性良さそうですね、いいな、結構大陸を最初からめがけてくる20代前半の人とか、はい、まあそれこそなんていうんかな、このちょっと明るい色が好きな人たちはちょっと敬遠するかもしれんけど、例えば今シュガーヒルとか結構男臭い泥臭系やったらなんかめっちゃハマりそうな感じ、そうですね、若い人でもハマりそうですよね、はい、めちゃかっこいい、ありがとうございます、さあこれもありつつまだあるんですよね、はい、限定、かっこいいですね、黒これかっこいいで、これもさっきも言ったけど色が違う、はい、でこれもこれもですか、そうです、実はあの今シーズンからお出ししてるファティーグジャケット、はい、こちら黒染めして、はい、うわ、はい、緑とピンクでしたっけ、はい、インラインは緑とピンクで、黒なんか一番着やすいですよこれも別注、こちらも、はい、はあ、このオイルのね汚れ、このはいはいはい、好きやなやっぱ、はあはあ、古着好き、ここにオイルの、はあ、うん、
これが、税込み6万5000円ですね。もう6万4900円、はい、ここら辺も欲しい人いっぱいおるやろうな。で、あとここで、作られてる別注がこれって昔から結構俺もこのセット持ってましたね、はい、吉井さん着てたかな、持ってましたとか、その、はい、今もたまに着ますね、はいはいはい、これが別注ですか。そうですね、復刻、はい、昨年の SS で速乾したカラーをもう一度復刻、はいはい、ここで、はい、ああなるほどなるほど。でベストは、ベストは昨年の SS 段階でおそらく作ってなくて、はいうんうん、で今回ベストも加えて、なるほど、あ、そうですね。だからこれ山口さん今着られてる。そうですね。はい、僕も今。あれこれ、かっこいいな。吉井さんが持ってない大陸なんかないはずだけど。あるけど。でも俺がこれ。あれなんでと思いました。僕は山口さんみたいな。いいな。だからか。これ別注なんだ。はい、そうですね。かっけえ。着方かっこいいですね。ラグランにこのベストかっこいいですね。山口さんがちょっとめっちゃ似合ってるっていうのもあれ。かっこいいな。あ、だから今インラインで出てるのが緑のやつ。はい。ここの裾だけ。うん、かっこいい、うん、かっこいい。あとどんどん出てきちゃうんですけど、ま、ええうわこれ黒はい、うわ着やす、ヴィンテージフットボールティーの黒、はあはあ、とこちらラグランスリーブの青、袖青、めちゃくちゃ出してますよすげえ。え、これって別注結構あるじゃないですか。はい、これめがけてくる人って結構いるんですか。結構、はい、そうですよね。オンラインとかでも結構売れてる、はい、そうですね。うーん、でやっぱりこういう世界観で実店舗ならではの価値観を提供させていただいているので、うん、まあどうせ買うなら店舗でっていう方もやっぱかなり多くいらっしゃってる、うん、ああでもそれすごいいいっすよね、はい、こう例えばこの照明とかも、はい、なんかダイレクさんが好きな頃の映画の時代っぽいものを置いてたり、その言ったらこのラックとかもなんかちょっとこのサビがあったり、うんうんうん、でこのフロア、ここの、はいはい、ここのフロアだけなんかペルシャ絨毯とか、なんかコンセプトがリビングアローン、ああで、まあ、あの大陸さんがお好きな映画でホームアローンっていうのがあって、うんうん、まあ、いわゆるこう一人暮らしをもうちょっとこう華やかにっていう、こう思いが込められてるんで、独身貴族的な、そうですね多分そっか、だからちょっとリビングっぽい感じというか、はい、いやかっこいいもんな、このちょっとしたさ、この映画入れてるこのなんなんこれ、店しかないようないやこんななんだこれ、すげえかっこいい、キャッチミーフユーキャンとかあるな、スナッチとか、トレイスポッティング、かっこいい、トレイスポッティングとか、うん、かっこいい海外映画洋画パルプフィクションとか、もうほんまかっこいい洋画やんこれ最高やな。まあこれが別注というか、もうここでしか、はい、ここでしか手に入れられない、はい、だから家具の他に、まあ、雑貨っていう形ではあるんですけど、はい、一応ラグ、はいはい、いいな、まあ、玄関に置いてもいいですし、まあ、姿見だったり鏡の前にこう置いたりとかしても、うん、いいっすね、はい、僕あのフローリングが結構傷つくんですよね、今使ってる言ったら、まあ、椅子のこういうやつを使ってるんですけど、はい、でどうしても気に入って買った椅子なんですけど、はい、まあ、ここの下に何か何を置いても傷つくから、もうこういうのが欲しくて、ちょうどこれはそうですね、いいっすね。でこれ実はこの柄もファーストシーズンに別注を組ませていただいた時の柄をもう一度お使いしている。ファーストシーズンに別注、はい、このファーストシーズンから初っ端もう別注をあの組ませさせていただいて、一発目から別注をやってたんですね、はい、それ知らんかった。吉井さんの大陸との出会いもベイクルーズさんでしたよね。あ、でもそうか、そうですよね、あの渋谷の417のところ、ありがとうございます、行ったんすよ。あ、そうですか。そこが出会いですよね。そこが出会いですよえ、その時にこれやってましたっけ。はい、はあ、じゃあ全然知らないですよ、そこ。なんか言ってましたね、吉井さん、ポップアップ行って衝撃受けて、うん、時間ない中見てみたいな、そうバーって見るだけ見て
入り口バーって見て、はい、うわめっちゃかっこいいやんつって次の日にライブやったんですけど、はい、劇場が近くでライブが開演するっつって終わったらもう閉まってて次の日行ったらもうそのポップアップが終わってたんですよ、はい、今日はちょっと買うもんが多いないやただでさえ普段から買いまくってる石井さんたまんないですねこれ俺でも要くんに宣言したよなはい何でしたっけ今年は何も買わないいやそれで言うとも定期的にそれは聞いてるんで今年は何も買わないって言ったんだよ行くぞとなんかそれ破られてるからデザインのベストあほんまやんちょっとまだございましたまだございましたどんだけコラボあるんですかあれこんな色あったこちらもないですよねちょっと待ってくれコラボしすぎやしてる紹介しきれないぐらい半端ない数やなこの3点がってことですか、まあ、あこちらのこの2点があったけどこっちはないもんなこの2点がこの色もあるんやこのいいなちょっと組み合わせてなんかコーディネートしてみたいですけど ね着てみたいですねだけあれば、ね、別注だけでもコーディネート組めそうだ別注コーディネート確かに贅沢なコーディネート半端ないなだからここら辺とかねちょっと別注コーディネートしていきましょうしてみましょう見ながらはい今この山口さんがやってる別注コーディネートははいパンツは違うどうですかあパンツはインラインのフレアはいフレアでうわいいなでそのあれですよねラグランのインラインのラグランスリーブに別注の、はい、ポリエステルのベストを着てますねこれWe're the queens of the party, party. Working hard, yeah, we're run thing, run thing. If you wanna be with us, then say da da da.